はいどうも、戦略107ターン、戦況ですが、地上の戦闘がほぼ片付きまして、オデッサがこのターンで制圧できるので、あとはイニで大丈夫なぐらいなんで、まあ、なんとかなりますね。でこれが終わってから、地上の部隊の再編を少しやると。で、宇宙では、戦闘が本格化していて、で3つの拠点に今攻め込んでますけども、このターンでできれば終わりにしたいと思っております。ソロモンで大量生産してますね。なんかどういうわけかほとんど指揮官機ですね。まあパイロットがいっぱいいるんですかね。ザク1なんて作ってますね。まあかなり収入に困ってるんじゃないかなと。アーバー奥の部隊もそんなに大したことないと。というわけで、デラーズを追い込んでいると。まあそんな感じですね。はい、ではやりますか。予算投入もしっかりやっておきたいと。まあこれ非常に重要ですからね。はい、ではやりますかね。はい、まあ委任でやっちゃいますかね。あとなんかダブデがいるのかな。戦闘を再開します。ダブデとギルクがちょっといるぐらいな感じですか。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。はい、これで地上戦は終わりですね。はい、じゃあサイド1からやりますかね。12部隊ってことでまだたくさんいると。戦闘を再開します。ここ勢力少ないので、まあ、慎重にやりたいんですけど、まあ、とりあえず増援はない感じですね。ここに2部隊、ここに2部隊で4、5、6、7、8部隊か。まあ、残りはロールアウトしたやつですね。じゃあやっていきましょうかね。まあ、これで4部隊いけるんじゃないかなと。怖いぞこれは。まあ、見てみますか。はい。うん、問題なさそうだね。レフィル強いからね。イメージに合わないけどね、全く。本当に撃つべきは連邦政府の軟弱な政府高官かもしれんな。政府高官倒したくてしょうがないんだね、これはね。うん、まあ問題ないと。近接しても結構強いよな、ハイザックカスタム。はい、で、あとは、そこの辺にいるのは手負いな感じなんで、これだね、まずは。これでも耐久回復しちゃうか。まあ、大丈夫かな、あとはね。この戦い、一刻も早く終わらせねばならん。はい、これで決めてくれるか。まあでもいけるでしょう。うん、問題なしだね。いつまで続くのか。辛い戦いだな。エースすぎるよな。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。エースすぎる司令官だよね、本当に。はい、ここは重部隊と。これもやっちゃいたいね。戦闘を再開します。はい、ここの状況は、まあ、ここも増援なしか。うん、増援来てないのありがたいね。うん、まあ、ガトルが3部隊とか、まあ、いや、4部隊いるのか。まあ、数は多いですけど、まあ、大したことないと。ルームの借りを返してくれる。はい、これで、やってくれれば。よし、いいぞ。よかった。我が軍はまだまだ戦える。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。はい、サイド4も取りましたね。はい、サイド5、5部隊、まあイニで大丈夫でしょう、多分。多分ね。増援でも来てますね。戦闘を再開します。何が来たんだろう。まあ、雑魚ならいいんだけど。いけるかな。確かギャンが一部隊いましたよね、ここはね。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。はい、ここも取っちゃったと。
レヴィル将軍、前線でパイロットが不足しております。この問題を解消するため、開発部門のテストパイロットを正規パイロットに転向させてはどうでしょうか。テストパイロット採用計画ご検討ください。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。はい、見ましょう。はい、ガンダム GP-03 デンドロビームと、コアブースターが完成。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか。はい、見ます。コアブースターの高性能化、コアブースターを回収し性能の向上を図る、航続距離や高速性を強化するためブースター部に大幅な改良を施す。諜報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。はい、ではもう一旦やっちゃおうかなと思いますけど、あ、ノエジールの生産が始まりましたね。これは厄介ですね。ソロモンでノエジールと、あ、バークーでは動きがないですね。イバラナソノでもありません。で、このターンで、特にソロモンですけど、生産妨害したいので、もう進行しちゃおうかなと。勢力大したことないんですけど、時間さえ稼げればいいかなと思いますんで、ここもだね。ここで進行しちゃう。で、ここにはガンダムが来てるんですけど、パイロットが今いないんですよね。バーミンガムも来てますけど、で、ここかな。サイド1に部隊を集結させたいので、こんな風にしておこうかなと思います。はい、テストパイロット採用計画、これやってしまいますか。はい、候補者の選出を開始します。朗報をお待ちください。はい、というわけでじゃあターンを送っていきましょう。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。あ、どこだ、ソロモンかな。はい、なんかソロモンを無欠解除しましたけど、ソロモンの部隊がバワクーに逃げ込んできた感じですね。ちょっとこれは重部隊ではどうにもならないので、敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。主力の到来を待ちたいですけど、ピグロがいて、ドムが3部隊はいるかな、リックドン2倍が、あと F2 が2部隊とかそんな感じですかね。で、これですね、ケンプファーと、パイロットがいるかもしれないと。とりあえずどうにもならないので、退却か。全部隊退却しました。我が軍の敗北です。さすがにこれは無茶だな。ご指示をお願いします。はい、じゃあもう一旦やっちゃおう。よし、で42部隊集まりましたね。これ全部どうする、向かわせるか。あ、でも大量生産してますね。あ、バルバルまで作ってるのか。なるほどね。バワクーに進行するくらいまでやりたいかなと。はい、バワクー30部隊多いですね。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。部隊数がかなり増えましたね。相変わらずビグロがいて、多分デラーズもいるんでしょう。多分これかな。多分ね、ケンプファーがやっぱりいますよね。3部隊だけじゃないでしょう、もっといるでしょう、どっかに。ドムがやっぱりこういる感じか。ゲルググの姿は見えないかな。はい、増援はどこから来たのか。ロールアウトしたやつですね。はい、ではやっていきましょうかね。アルビオンに、グレーファントムをアルビオンに改造したりしましたね。あと今回はフルバーニャーがいますので、これを使っていくと。まずここ取っちゃうかな。それとも、ここは取っちゃっていいかな。ガンガン押していきますかね。いや、待てよ。この補給線ちょっと利用しようか。ここに何か取っちゃって、
バーミンガムでいいか。制圧します。まあ念のためね、まあ、押してくるかもしれないしね。まあ30部隊ということなので、まあ、油断はしないでやりたいと思います。はい、まあこんな感じにしようかなと思います。で、この上の部隊、レビルの部隊ですね。この部隊は、まあ、次の戦略ターンで、まあ、装備がついていなくても引き上げるつもりです。茨の園での戦闘に、間に合えばいいかなと。もう一旦かかるかな。はい、まあ、とりあえずビューロが撃ってきたと、まあ、この辺とりあえず倒しますか。まず突出した部隊を、まあ、両方へ叩くと。これは策的だね。死ぬまでに地球圏に対して必須のことをやってみせなくてはならんのだ。はい、ビクロ、あ、ケリーここ乗ってるんだね。こうなるとあの茨の園で作っている、あ、倒せなかった。茨の園で作っているバルバロは一刻も早く終わらせねばならん。ガトーが乗る感じですかね。フルバーニャ初めての戦闘シーン。まあ敵が雑魚なんでここはね。いつまで続くのか、辛い戦いだな。やっぱりイメージで合わないけど。でもようやく戦闘参加できますね。はい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 。まあ上側は大したことないね。もうすぐに引き上げちゃっていいかなこれは。うん、あ、ケンプは来てますね。ジオン軍人の魂を見たか。うん、なるほどね。あ、ゲルグちょっといますね。はい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 。とりあえずも倒せないのか、3部隊かかるで。やる気あるのかお前ら。はい、まあ索敵をしていくと、まあ、とりあえず関節攻撃と思いましたけど、これは関節攻撃持ってますね。あ、ケンプファーの関節攻撃だったかな。うん、まあ弱めなんですけど、まあまだ後続もいるので気をつけてやろうかなと思います。ここで索敵をして、まあこの3部隊倒したら上側は撤退しちゃってもいいかな。あ、そうだ、ステイメンいるんだった。ちょっと待てよ。モンシャちょっと下げよう。うん、これでやろうかな。じゃあここで散布して、はい、まあ近接してるように見えますけど、この3スタック、この3部隊は近接しないで関節攻撃でやると。あとは近接してますね。上側も同じような感じですね。はい、じゃあ見てみますかね。はい、じゃあ見てみますかね。まあ念のため関節攻撃で。戦って何を得ようというのか。はい、じゃあ見てみますか。3部隊目スタイメンだね。ジェルダが乗ってますね。まあちょっと耐久に不安ありすぎなので、200兆円しかないんでね。本当に後ろに撃つべきは連邦政府の軟弱な政府高官かもしれんな。まあ全然問題ないと。シミュレーションは十分なはず。いける。はい、これはドラーツ1部隊なんで、まあ余裕でしょう。まだガンダムは活躍できるってのは面白いね。戦いは終わったわ。深追いは危険なだけで。はい、これは反撃ですね。誘ってます。これも大丈夫でしょう。
前方は成功、正面より攻撃する。あ、そういえば動画で始めたか。オッケー、バーミンガム乗っけてますね。うん、よしぞ。我が軍に挑むようなバカな真似をするからこうなるのだ。バーミンガムでビグル落とすって楽しいな楽しいな。はい、なんかまあチリチリな感じかな。なるほど、これ機械を伺ってる感じですね。まあ慎重にこの辺倒していきたいかなと思いますけども、ここはどうするかな。もうこのターンで撤退しちゃってもいいんだけどな。でもまあいいか、これ倒しちゃおうか。うん、まあ多分このドームが突っ込んでくるってことはないかな。ドラッツェが1234というわけでこの辺が突っ込んでくるかも。いや待て、このドーム来るかもしれないか。じゃあまあいいや、これ、ね、入念にサープしてやりますか。ここは、この辺がいいかな。支援してやりますか。関節攻撃も念のため。おとりも出してみるか。ここだと確実におとりになるよな。まあ、若干ここ散布されちゃったけど、まあこれでやってみようかな。うん、あとはまあとりあえずは前に出しながら、ここがいいかな。まあこんな風にしようか。あとこのドームを倒すと、はい、索敵する。ここはですね、まあ近接してしまってもいいかもしれないか。若干危ないかな。それとも関節攻撃いけるっぽいですね。はい、ではまあやってみようかな。潰す気でいくぞ。はい、これ手負いなんでやれるでしょう。よし、いいぞ。申し訳ないが勝たせてもらったよ。やるしかねえのか。これは関節攻撃だね。まあ念のため、多分これおとりだけどね。だからまあ近接射程じゃ挑まないで。なんとかこの場はしのいだみたいだな。死んでいった者たちに勝って怨念返しをしてやる。はい、じゃあ見ますかね。マリーネ2部隊、まあ、これはかなり優勢なんじゃないかなと。うん、うん、問題ないね。どうやら月は俺の方にあったようだな。考える余地はないな。敵を排除する。これまあ大丈夫でしょう。うん、我が軍に挑むようなバカな真似をするからこうなるのだ。はい、どうですかね。食いついてきますかね、敵部隊は。ちょっとだけ来たね。うん、まあ大したことないですね。はい、今何ターンかな。ここどうするかな。フルバーニアンで叩くこともできますけど、5分の5ターンか。なるほど。まあいいか。まあこれ倒しちゃいますか、ここで。シミュレーションは十分なはず。いける。はい、エマちゃんの活躍シーン。まあ問題ないかね。あなたの負けよ。悔しかったらもっと訓練を積みなさい。死んでいった者たちに勝って怨念返しをしてやる。あ、ジェルドこれはなかなか激しいね。ここは激しいですよ。カルバルディベータが危ないか。うん、あ、サムために食い込みますね。やった、全滅じゃないか。
格闘強いからね、ガルバルディはね。これは戦争だ。力が全てを制するんだ。力のないものは死あるのみ。うん、いい感じだね。あ、よし、おとりに食いついたな。アルビオンがそこにおとりになってますけど、しっかり3本してあるんで大丈夫でしょう。一応見ておきますか。うん、なんかパイロット乗ってそうじゃん。こう見るとアルビオンでかいね。戦闘を中断します。戦闘を再開します。誰かいないのか。誰か。君が何とかするんだ。君が見ましょう。うん、いい仕事。どうだったかね、私の手並みは。ドヤ顔だね。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。さすがゴップ提督。緊急事態です。ガンダム開発計画による試作2号機サイサリスが何者かに奪われました。この機体には核武装が施されています。一刻も早く取り戻さねばなりません。シナプス艦長とバニングのモビルスーツ隊に追跡させます。許可をお願いします。はい、これはですね、まあどっちでもいいんだけど、イエスにするとまあいなくなっちゃうんで、任務中になっちゃいますからね。まあノーで。確かにシナプスとバニングは我が軍の精鋭、危険な任務で失うわけには参りません。追跡は中止します。まあほっとけんだ。ウィン・ワイアット将軍から観艦式が提案されました。主力艦隊による式典を行うことで兵士たちの士気を高めることができます。予算の投入をご検討ください。参謀部より特別作戦が提案されています。報告します。参謀部よりソーラシステムの使用が提案されました。あ、まあ、ガンダム取られちゃいましたけど、新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。はい、見ましょう。これだね、取られちゃったんですけど、だからサンプル見られないかな。敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。はい、まあ状況としてはまあデラーズを追い込んでますけど、あ、ノイジルの生産も始まりましたね。まあとりあえず次の戦略ターン、110ターン、このターンか、このターンでアーバークを取っちゃいます。でここに49部隊ありますけど、まあこれはさらに部隊を増やしてですね、戦略111ターンでイパルノスを攻めると、だからおそらくエース機はバルバロになる感じですね。はい、で地上は完全に制圧しましたね。で、ガンダム GP02 サイサリスがないんだよね。そうなんだよね。まあでも生産はできるようになってますので、まあ見ますか。これだね。まあこれはどんなモビルスーツかっていうと、まあ砲撃機なんですけど、まあ砲撃機としてはまあかなり強い部類で、電動のビームよりも強いかな。うん、まあちょっと強すぎるので、スタックもできるしね。まあだからこのプレイでは縛れます。あと使うと一応デメリットがありますね。アライメントが下がるのかな。まあデメリットが設定されてるっていうことでもわかると思いますけど、まあ相当強い機体ですねこれはね。はい、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。